トライアスロン競技は自分との戦いでもあり、気候に大きく影響されます。最近、猛暑や集中豪雨などレースを実施する上でも深刻な問題となっています。いつまでも安心してスポーツができるようにクールチョイス、私も実践します。あなたもぜひ身近にできることから始めませんか？